ワールドシリーズ第5戦ドジャース7、6ヤンキース、2024年10月30日ニューヨーク。写真、ついにやったぞ。世界一に輝き、笑顔でベンチを飛び出す大谷。ドジャースの大谷翔平投手、30、が30日、日本時間31日、敵地でのヤンキースとのワールドシリーズ、WS 第5戦に1番、DH で先発出場。 第2戦で二投を試みた際に左肩をアだッきして左肩の状態が心配される中で無安打に終わったが、6・6の8回1・ c 1・3塁では打撃妨害で出塁し、ムーキー・ベッツ外野手32の決勝技費を全立て。最大5点のビハインドを跳ね返し、劇的な逆転勝利でメジャー移籍7年目、ドジャース移籍1年目で悲願の世界一に輝いた。 9回は第3戦、先発のビューラーが抑えとして登板。スリーアウトを取ると、大谷はおたけびを上げながらビューラーの方へダッシュし、ナインと歓喜の輪で喜びを分かち合った。その後は世界一を記念する T シャツと帽子に着替え、表彰式の壇上で満面の笑みを見せた。試合後、中継した NHKBS で解説を務めていた日本ハムの先輩にあたる田中健介氏の取材に応じ、 新しいチームに来て最高の終わり方ができて最高の一年だったなと思います。チームメイトは良い選手でもあり、いい人たちでもあり、まとまった素晴らしいチームだなと思います。日本ファンへシーズン中から遠いところ球場に応援に来てもらったり、声援が力になった。良い終わり方ができて最高のシーズンになったなと思いますと涙はなく、笑顔で振り返った。 試合後は今季4度目のシャンパンファイトで同僚の山本吉信らと大喜び。用意されたシャンパン100本、ビール512本があっという間に泡となり、最高以外の言葉がない。本当に素晴らしい1年だったなと思います。最後は格別のシャンパンファイト。先がないですし、存分に楽しみたいなと思いますと笑顔で話した。 その後の会見ではマミコ夫人と愛犬デコピンについても言及。本当に感謝しかないですね。それは一年間長いシーズンですし、僕は慣れていますけど、シーズン戦っていくっていうのに。このぐらいのシーズン160試合プラスって慣れていますけど彼女はそうでないので。本当にこれだけ長いシーズンを支えてもらって感謝していますし、来年以降。 頑張っていきたいなと思いますと感謝を口にした。この日はヤンキースのエース右腕コールとの対戦。第1打席は初球を狙うも打ち損じて中飛。第2打席は2ストライクから3球目の外角ボール球のチェンジアップを振らされて左飛に倒れた。しかし、スイングスピードはこの日の第1打席で85マイル、約136.7キロを記録。 左肩脱球後初戦となった第3戦は79.3マイル、約127.6キロ、第4戦は83マイル、約133.5キロ、と徐々にスイングの最高速度が上がっており、スイングスピードでは状態が上向いていることを示している。第3打席は0対5の5回1し満塁。大谷は積極的にスイングを仕掛けたが、カウント1。 2から4球目のナックルカーブを振らされて空振り三振に倒れた。自打者ベッツの1塁へのゴロはバットの先で捉えた不規則な回転の打球。一塁のリゾは慎重に補給するも、コールな一塁ベースカバーへ走っておらず、ドジャースはラッキーな形で1点を返した。さらに校長のフリーマンと T ヘルナンデスがそれぞれ2点的自打を放ち、この回相手の2失策と相手の連携ミスにつけ込んで追いついた。 5、6で迎えた8回は連打と死球で無視満塁の後期。9番ラックスが義比を打ち上げて同点とすると、大谷は初球が打撃妨害となり、一死満塁でベッツに繋いだ。ここでベッツが義比を打ち上げ、最大5点ビハインドの展開からついに逆転した。大谷は第2戦の7回に左肩をあがっ球。 試合直後にニューヨークへ移動したチーム本体とは別に精密検査を受けてからチームに合流した。心配するナインを安心させるため、大谷はチームのグループチャットに2020年の WS 前にベリンジャー、現カブスが右肩脱球を抱えながら世界一に輝いたことを引き合いに出し、前回はベリンジャーの方が脱球した。今回は僕の方が脱球した。 これは世界王者にとって良い兆候とナインの士気を高めるメッセージを送っていた。気温が10度台と冷え込むニューヨークのナイターゲームでは肩をケアする温熱サポーターは欠かせないが、第4戦では左肩脱球後、初安打となる中前打、直後の走塁では左手でユニフォームの首元を掴みながら初スライディングも披露した。ワールドシリーズでは4試合で15打数2安打の打率133で、 本塁打、打点はなしと結果こそ出ていないが、手負いながらあと一勝に迫った WS 制覇に向けて全力プレイでチームを牽引した。ドジャースとヤンキースの東西名門がワールドシリーズを戦うのは1981年以来43年ぶり12度目。大谷とジャッジ両リ,リーグ本塁打王同士の対決に周囲の注目度も例年になく高まっていた。